こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、あまりこういうことには触れなかったんですけども、交通事故の話をちょっとさせていただきます。あの池袋暴走事故からもう2年経つんですね。今写真に出てますこのお二人の方、奥さんとね、小さなお子さんですけども、このお二人が犠牲になり、その他にも怪我人がたくさん出ました。そして池袋暴走事故の、まあ、加害者とされている人は、まあ、88歳だったかな、なんか高齢者だったんですよね、80歳かなんかの。でその飯塚幸三さんという方だったんですけども、まあ、いわゆる上級国民という立場の方で、まあ、人を殺してもね罪にならない立場の人なんですよ。でこの人はこの事故を起こした原因っていうのは、まことに自分勝手ですね、まあ、スピード違反を繰り返して、自分がフレンチかなんかにね約束したから、それに間に合うように人を跳ねてもそのまんま車を走らせて、結果暴走が止まらなくなってさらに多くの事件を起こしたというふうに概要を私覚えてるんですけども、ちょっと間違ってたら申し訳ないです。正確に知りたい方はインターネットに記事が出てますのでご覧いただきたいんですけども、今回ね話題に出したいのは2つあるんですよ。1つはこの加害者たる飯塚幸三さんがですね、未だに無罪を主張して、まあ本当にこの事件に向き合ってないというかね、人を殺して何とも思ってないっていうふうに私なんか思っちゃうんですよね。まあ国民の命が権力者にとってどれだけね安いものかってことは痛感してるんですけども、何ともやりきれない事件だと思います。皆さんどう思われますか？飯塚幸三さん89歳ですね。まあ高齢なのは分かりますけども、やっぱり自分が原因となってね、自分以外の人が原因ではないんですよ。自分が運転した車が人を跳ねて殺しているというね、そしてその他にも大きな多くのね怪我人を出して、しかも社会的な影響力もすごく大きかったわけですよね。それに対して未だに本当にね遺族の気持ちにも向き合えていない、あまりにもひどい事件だなと思います。これが今日お伝えしたいことの一点で、飯塚幸三被告にはねの憤りを禁じ得ないところだと思います。私は無関係なんですけども、でも有罪になってほしいなと思いますね。何らかの形で罪を償ってほしいなと思います。さすがに上級国民だからといってね、まあ上級国民っていうのは国民が貼ったらレッテルかもしれませんけども、それにしてもこれがねまかり通るようでしたら、本当に上級国民は存在するんだというふうに考えなくてはならないですよね。じゃあ次ですね、もう一つお話したいことがあります。似たような事件がありました。見出しがちょっと出てないんで申し訳ないですけども、私読ませていただきます。無罪になった88歳暴走運転手、控訴審で自ら私のことを有罪にしてくださいというふうに、提言したらしいですね。これがどういう事件かというと、冒頭でも書かれてますけども、89歳の飯塚幸三被告の先ほどの事件と結構似てるところがあるんですよね。それは加害者が高齢であること、そして車によってですね、その歩行者を跳ねて死に至らしめてるっていうことです。これが共通点です。さあそこでですね、結論として何が違ったのかってことですけども、今回のこの88歳、今見ていただいている記事ですね、88歳になった暴走運転手たる高齢者の方は、名前出てますね、川端清勝被告と書いてます。この方はですね、いろんな事情を鑑みて無罪になってるんですよ。で女子高生2人を跳ねて死傷させたんですけども、無罪になってます。しかしですね、この方自身は私を有罪にしてくださいと陳情してるんですよね。でここにもあります。交通裁判で一審無罪になった被告が有罪を主張するのは前代未聞、私を有罪にしてくれと、実刑にしてくれと言ってるはずなんですよ。でこの方がなんで無罪になったかというと、薬の副作用による不可抗力なんですよね。まあですんで、ここにも書いてますけども、まあ十分な危険の予測はできなかったわけではないが、直接的原因は本人にはないというふうに、まあ、鑑定されたんですよね。事故の要件は難しかったという主張です。で無罪判決なんですよね。当然ですけども、私を実刑してくださいという言葉からも分かるように、ここで言う事故を起こした当事者たる被告ですけども、被告はね、ただ私を無罪にしてください、減刑してくださいっていうふうに主張した第一審ではなかったということが鑑みられるんですよ。飯塚幸三さんと大きく違うのはそこです。同じような事件ですけども、飯塚幸三さんは私は無罪だと主張していると、人を殺しても何ともないと、
私の責任じゃないんだ、車の責任だと、トヨタが責任を取れっていう主張ですよね。でもそうではないと。やっぱ普通の人はね、一般人はやってしまった、人の人生を、将来ある若い命を私なんかが迷惑をかけた、ご遺族にも申し訳ない、もうこれではね無罪になった方が針のむしろですよと、その方に報いるためにも私は有罪となり罪を償って一生をその方たちに捧げていきたいというようなね気持ちが出ます。で、悔しいでしょうね、川端被告さんも。この川端被告さんっていうのは変な言い方ですけども、川端さんもね88歳で残りの人生がそんな長くないと思うところで償う方法はないわけですよ。でも私を有罪にしてくださいと、残りの人生は牢屋の中でいいですというふうに覚悟を出されるだけでも、これこそね加害者の、気持ちですよ。これが本当にやってしまったことに自分が関わっていて、他にないわけじゃないですか。他の誰かが悪いわけじゃないじゃないですか。確かに今回は薬の副作用ということで客観的には無罪でいいんじゃないかなという裁定は下りましたけども、自分の足で自分の手でね人を殺めてしまった、この現実は変わんないですからね。その日たまたま自分が運転していなければ、その日たまたまその道を通らなければ、その日たまたま薬を飲むっていう行為をしなければ、これは起きなかったかもしれないと。そのたまたまが重なって起きるのが事故じゃないですか。飯塚幸三被告もその日たまたまね雨が降っていたら出かけなかったかもしれないです。その日たまたまフレンチの予約をすっぽかされていたら行かなかったかもしれないです。その日たまたま車の整備不良でパンクとかしてね車が動かなくて、出かけるのが10分遅れたら、これでも事故は起こらなかったかもしれない。そのたまたまが重なって起きる交通事故に対してその当事者しか責任が取れないっていうこと、これはもう変わらないんじゃないかなと思うんですよ。どうなんですかね。私はちょっとこの機会に飯塚幸三被告の事件を思い起こして、何ともやりきれないことだなと思いましたね。なんかね、私も一人のドライバーとして ものすごく安全運転をさらにしようと、いつもよりスピード 10% 減、いつもよりもブレーキ1割早くみたいな意識になりました。こうやってね世の中がもっともっと安全にね、スピード出すとかね際どい運転するのがかっこいいみたいな、そんな風潮は私ら10代20代の頃ありましたけども、あの頃本当に私も事故ってなくてよかったなと思いますね。一生をねパーにしてしまいますよね。加害者の家庭もダメになる、被害者の家庭もダメになる、二つのこの家庭をね同時にもう終わってしまうというね、交通事故本当に怖いなと思いました。じゃあ今回以上です。まあ最後になりますけどもね、交通事故はおそらくなくなることはないでしょう。よくねゼロコロナって今立憲民主党の方言われてますけども、何に関してもゼロになるってことはなかなかないと思うんですよ。だけどもゼロに近づけることはできると思います。せめてそれを意識しながら、そしてもしねゼロにならないところに自分が関わってしまったら、やってしまったことの責任を取って真摯にその現実に向き合うこと、そういう人生を選ばざるを得ないのかなと思っております。これからもね交通事故本当にないように気をつけるのと同時にですね、亡くなられた方に心から本当にお悔やみを申し上げて今回の動画を終わらせていただきます。ちょっと格好がこんなんですいません。